はい、どうも皆さんこんにちは、有弱代表の佐藤です。今週もまた日曜日がやってまいりました。有弱チャンネルプレゼント企画のお時間でございます。本日2020年1月12日ということで、今年もね、2回目のプレゼント企画でございます。はい、今回のプレゼント商品は今後ろに見えております、タープですね。こちらを1名の方にね、プレゼントさせていただきますということで、今日は抽選を行っていきたいなというふうに思います。いやー、いよいよ今日でね、第20回目のプレゼント企画ということになりまして、だいぶ長続きしている企画という感じでございますね。はい、今回もね、たくさんのご応募いただいておりまして、300件以上のね、ご応募いただいております。たくさんのご応募いただきましてありがとうございます。はい、コメントの読み上げの方をね、最初20分ぐらいかな、やっていきたいなというふうに思いますので、前回応募された方はね、最後までご視聴いただければというふうに思います。で、今回もコメントの方なんですけども、今画面出しているんですが、気になったコメントをハイライトしておりますので、こちらの方にね、ご返信の方をしていきたいなというふうに思います。はい、すべてのコメントに関してはね、目を通させていただいておりますので、その点はね、ご理解いただければというふうに思います。はい、それでは最初の方です。いつも楽しく拝見しています。有弱さんのタープを購入したいと思っているのですが、あまり使用動画や画像を見ることができません。使用方法、ワンポールとの連結などの動画の説明があると嬉しいです。ご検討よろしくお願いしますということで、千葉県から女性ルイさんですね。はい、ご応募いただきましてありがとうございます。確かにね、私もあんまり自分自身のね、キャンプ動画とかで、タープを使用するっていうケースがね、あまりないかなっていうふうに思います。はい。まあ、うちのテントの特徴としてね、前室の部分をこう広げることによってね、タープ機能をもうあらかじめ持っている、備えているっていう特徴があるので、別段そのタープを使う必要がないっていったところが正直な部分なんですが、例えば人数多め、5人ぐらいからかな、まあ3人とか5人とか、まあそれ以上でキャンプをするときっていうのは、やっぱりタープがあった方が、便利なシチュエーションっていうのもあるので、まあそういう時ぐらいしか使わないですよね。直近だと、ユージャックの新年会リハーサルキャンプ動画、はい、1個前の動画で上げていると思うんですけども、ここでね、一応うちのタープ、使用しておりますので、どんな感じで、貼っていたかって、まあちょっとしか多分ね、動画では含まれてないと思うんですけど、気になる方はね、そちら見ていただければというふうに思います。はい、では次の方です。いよいよキャンプ場開拓始動ですね。前動画でもコメントしましたが、限りなくリーズナブルに使用できるようにしてほしいなと希望します。だいたいいくらぐらいを、設定予定ですか？オープンされたらぜひ、利用したいと思っていますということで、埼玉県から男性塩見真実さんですね。はい、ご応募いただきましてありがとうございます。今開拓中のうちの、まあ、ユージャックキャンプ場かっこ仮なんですけど、まあ、だいたいいくらぐらいの金額に、キャンプ場利用料金ですね、を設定するのかということなんですが、一応今のところソロですね、完全ソロ、ソロでテント一張りであれば、一泊1000円ぐらいかなっていうふうに考えてますね。はい。あまりね、千葉県でも1000円ぐらいに設定されてるキャンプ場っていうのは少ないと思いますので、まあ、あの立地で1000円だとね、多分相当破格になってくるかな。キャンプ場自体が、そんなにね、広いキャンプ場ではなくて、せいぜいマックスでも20サイトから30サイトぐらいしかね、作ることができないキャンプ場なので、まあ、そこでね、安くしてしまうと、だいぶその、まあ、ハイシーズン時とか特に、キツキツな状態になってしまいかねないので、まあ3名とか、5名とかね、そんな感じの人数構成だった場合は、一般的なね、キャンプ場の料金にしたいなというふうに考えてます。はい、なので、基本的な考え方としては、料金設定的には多分一般的なキャンプ場と同じなんだけど、ソロ用の料金を設定したいなというふうにね、考えております。はい。一般的なキャンプ場だとね、ソロでも結構5000円とか6000円とか、平気で取るようなキャンプ場多いんで、まあ普通なんですけどね、それは。はい。ただうちはね、ソロ結構優遇で行きたいなというふうに思います。はい。というわけで次の方です。小物類とかもっと充実してほしいです。ロゴかっこいいので作業マットとか地味に買いたいです。ということで、静岡県から男性ムカサさんですね。はい。ご応募いただきましてありがとうございます。小物類。先日新製品、今後発売を予定している新製品の情報ということで、動画出してますんでね、そちらぜひ見ていただきたいなと思うんですけども、はい。今年またいろいろと小物関係もね、増やしていきたいと思います。
と思ってますので、どうぞご期待ください。次の方です。ゆるキャン見たことありますか、ということで大分県から男性 GSX さんですね。はい、ご応募いただきましてありがとうございます。ゆるキャンね、見たことございますっていうか最後までね一応見ました。原作の本とかさすがに読んでないんですけど、アニメ版はね、見ましたね。で、何やら今年からドラマ版実写版のゆるキャンもやってるってことなんで、まあ最後まで完結したらまた一気にね見たいなというふうに考えてます。次の方です。オフ会は交通費も出ますか、ということで新潟県から女性かすみさんですね。ご応募いただきましてありがとうございます。はい、はい、先日ねオフ会の抽選の方も行いまして、現在進行形で、まあ数量限定なんですけど抽選の方も継続して行っているわけなんですが、オフ会の方に参加する交通費に関しては、実費でねお願いしたいなというふうに思います。はい、で、すでに当選された方には、昨日ですかね、メッセージ入れさせていただいているんですが、一応オフ会の内容コンテンツ詳細も決まりましたので、メール差し上げてますので、当選された方はねそちらご確認いただきたいなというふうに思います。はい、一応タイムスケジュール的には、まあ、22日のお昼ぐらいからチェックインしていただいて、まあ、当日ね、自由時間ちょっと大きく設けてあります。では、まあ、夕方ぐらいからみんなで一緒にバーベキューをしまして、夜は、まあ、焚き火タイムを設けるというような感じですか。はい、で朝、まあ、朝食をまたみんなで一緒に食べて、お昼ぐらいに翌日解散するというようなスケジュールになってます。はい、まあ、基本的には、まあ、ゆうじゃくキャンプオフ会っていうことで、まあ、うちが主催となってやるわけなんですけども、どちらかというとその皆さんにキャンプそのものを楽しんでいただく、今回は2月中ということで、まあ、まだ全然冬なんですよ。なので、まあ、冬キャンプそのものを楽しんでいただくというようなねスタンスでちょっとやっていきたいなというふうに考えております。はい、あくまでも今回のオフ会はその抽選に当選された方向けの内容となってますので、参加したい方はまだ引き続きねプレゼント企画の方でオフ会の参加券、選択できるようにしておりますので、はい、こちらご応募いただきたいなというふうに思います。はい、次の方です。いつも楽しく拝見させていただいております。予約のサーペントテントが早めに入荷するとのことでワクワクしてお待ちしております。グランドシートは2月中旬で変更ありませんか。インナーマットの発売もお待ちしてますということで、埼玉県から男性プリンパパさんですね、ご応募いただきましてありがとうございます。サーペントテントの入荷時期に関しては、早めに入荷で問題ないはずですね。一応で何日だったかな、16日くらいだったかな、一番遅い便で30日かな。はい、1月の30日に1本入ってくる予定なんですが、もしかしたらね、それがサーペントテントになるかもしれないんですね。そうすると、出荷時期的に大体2月の初旬ぐらいには、まあ皆さんの手元にね、行き渡る感じになると思います。で、グランドシートも同じ時期に入ってきますんで、はい、今のうちに予約注文しておいていただけたら、一緒にね、お届けできると思います。インナーマット自体も2月中ぐらいまでには入ってくる予定、見込みになってますんで、2月ぐらいにはね、新発売という感じでね、お出しできるかと思います。よろしくお願いします。次の方です。毎度いつも楽しく拝見させていただいております。キャンプ場が楽しみですね。立地条件も良さげなので気軽にアウトドアを楽しめて地元の活性化にもなるやないかと思います。原チャリでも大丈夫でしょうか、ということで大阪府から、男性陶器さんですね、ご応募いただきましてありがとうございます。うちのキャンプ場なんですけども、オープンした際には原チャリ、全然問題なく、来ていただいて大丈夫です。はい、もちろんバイクとか自転車もね OK です。で、以前ねコメントでバイクの乗り入れ可にしてほしいということをねおっしゃってた方いたんで、キャンプ場オープンの際にはね、バイク、原チャリ、で自転車、これに関してはねキャンプサイトの方に乗り入れもできるようにしようかなというふうに思っております。はい、まあ、もしかしたらね別途料金、いただく可能性はあるんですけども、はい、乗り入れは可能とさせていただきます。次の方です。こんにちは、ゆうじゃくさんのおしゃれなキャンプ動画に憧れて、いつかは俺もと思いながら、いつも動画を拝見しておりましたが、先日ついに意を決して、念願のおしゃれな、ワンポールテントを購入させていただきました。早速2月にこのテントでキャンプをしに行こうと計画しております。とっても楽しみです。テントはまだ空き地で仮に組んでみただけですが、すぐにとても良い品物だと確信しました。インナーの手触りが最高。これからゆうじゃくさんのキャンプ道具を少しずつ揃えていき、おしゃれキャンパーを目指したいと思います。キャンプ道具も楽しみにしておりますということで、福島県から男性ぶっぽこ丸さんですね、ご応募いただきましてありがとうございます。
はい、あとうちのね、ワンポールテントでざっと300ご購入もいただきましてありがとうございます。はい、個人的にはね、あまりそのおしゃれ感っていうのにはあまりこだわりているわけではなくて、まあそれがおしゃれな感覚でね、皆さんの方に伝わっているのであれば、それに越したことはないなというふうには思うんですけども、個人的にはね、私のキャンプスタイルってあまりおしゃれなものじゃないなというふうに感じてます。まあ夫婦キャンプとかね、そういった一部の動画は多少ね意識してる部分っていうのはあるかもしれないんですが、少なくとも私個人のね、ソロキャンプ動画に関してはね、あまりおしゃれ感っていうのはとは無縁なんじゃないのかなというふうに思ってるんですけども、どうなんでしょうか。今現状キャンプ動画なんかを YouTube で配信するっていう方も結構ね今増えてきてますんで、ぜひね、ぜひねというか、今後ね、もっともっとそういう自分のそのライフスタイル、まあキャンプ動画でも何でもいいんですけど、そういうのをもっともっとね、動画で発信していく時代が来ればいいんじゃないのかなというふうにね、思います。はい。あとはね、やっぱりこの撮影の大変さとか、そういうのってやってみないとわからないっていった部分もあるんで、ぜひね、皆さんにね、体験していただきたいですね。はい。次の方です。タープも欲しいですが、しつこくオフ会参加券希望しますということで、まあ、タープは買えますからねということで、神奈川県から男性竹内ドンさんご応募いただきましてありがとうございます。はい。まあ確かにそうですね。まあオフ会とかっていうのはどうしてもね、こちらの都合であったりタイミング的な問題っていうのもありますんで、まあある意味ではプライスレスであると。言った部分もあるので、まあ、ぜひね、オフ会の参加券の募集を出しているときは、皆さんね、オフ会参加券、希望されて良いと思います。はい。まあ、とはいえね、皆さん本当に欲しいものを応募していただければというふうに思いますんで、はい、こちらもね、いろいろと楽しい企画、今後も考えていきたいなというふうに思います。はい、次の方です。いつも楽しみに拝見しております。今後の商品展開について伺いたいのですが、大きめのソフトマルチコンテナなどは予定されていますでしょうか。ハードタイプもいいのですが、柔軟性のあるソフトタイプが便利そうだと感じています。よろしければご検討くださいということで、岩手県から男性ハーロクさんですね、ご応募いただきましてありがとうございます。はい、これ先日の開発動画でまたね、紹介したんですけども、ソフトマルチコンテナですね。はい、マルチコンテナの大型タイプというということで、2種類ほど新作の予定ございますというか、サンプルが出来上がってます。はい、緑色のと黒いやつはもうすでにね、ソフトペグ収納マルチコンテナということで出してるんですけども、新しくね、このなんだっけ、エスニック柄っていうね、このソフトタイプのペグ収納マルチコンテナですね、サイズは一緒ですを、もうすでにサンプルが出来上がっているのと、あとサンドカラーが今ちょっと後ろに見えてるんですが、それ以外にこれ中型ですね、中型のソフトマルチコンテナのサンプルがもうすでにね出来上がってます。結構ねしっかりしたコンテナボックスになってますんでね、はい、これもまあ今年度中というか、多分ね4月ぐらいには発売できるかな。でさらに大きなこれ、はい、大型の60リットルぐらいだったかな、入るソフトマルチコンテナですね。はい、今までのペグ収納ケースとサイズを比較するとこんなにもね、違いますね。はい。まあ、およそ6倍ぐらい、入りそうな勢いのもの。はい。まあ、今度行くソロキャンプ動画なんかでちょっと使ってみて、そのフィーリングなんかもね、皆さんの方にご紹介したいなというふうに考えておりますので、楽しみにね、待っていてください。はい。そんなわけで次の方です。いつも楽しみにしてます。オフ会には行けませんが、様子を一部公開してもらえるのではないかと楽しみにしてます。ということで、京都府から男性チャンバラさんですね。ご応募いただきましてありがとうございます。はい。今度の2月の、オフ会に関しては、一応ね、YouTube の撮影も予定しておりますので、まあ、全部が全部っていうわけではないんですが、ある程度ね、撮影の方を行って、皆さんの方に、共有の方もね、していきたいなというふうに思います。有尺としましても、展示会の経験はあるんですが、まあ、オフ会を主催になってやってみるっていう経験はね、ないものとなってますので、まあ、比較的小規模なものからちょっと始めていってね、今後そのチャンネルのリスナーさんとかが増えていった時に、まあ、みんなが参加できる、大型のオフ会なんていうのもね、うちのキャンプ場でやっていこうかなというふうに思います。あくまでも今回のオフ会はね、いろいろとテスト要素が、ふんだんに盛り込まれてます。
はい。なので、こういったね、小さい積み重ねっていうのを重ねていって、よりね、大きな、そしていいものを、皆さんと一緒にね、築き上げていけたらいいなというふうに考えております。はい。次の方です。ホームセンターで販売されている 15cm 杭をペグ代わりに購入し使用したんですが、全く使い物になりませんでした。その後でいろいろ調べたら、単造製品のペグがいいとあったんですが、そんなにも違うもんなんですかということで、大阪府から男性ケロケロピさん、はい、ご応募いただきましてありがとうございます。まあ、ホームセンターのね、15センチのペグっていうと多分なんかこう輪っか状になった、まあ、杭ですよね。はい、あんなもんだと思うんですけども、まあまあ、っていう、まあ、ほぼ多分使い物にはならないのかなというふうに思います。はい、やっぱりね、工事現場用のペグは使用用途としてはその域を出ないっていった部分もあって、まあ、キャンプ用のペグっていうのはね、そういう専用に設計されているものになってますんで、使用感としては全くね、これは異なってくるのかなというふうに思います。で、まあ、ユージャクとしましても、ペグは作っているわけなんですけども、ユージャクからリリースしているペグは、単造ではなく鋳造、まあ、つまり鋳物なんですね。はい。うちのトライステークって言うんですが、これの詳しい話は省きますので、もしね、興味のある方は、うちのホームページの方、最近ね、詳しい商品紹介、説明、追加しておきましたんで、うちのホームページの方をご確認いただいて、どういう違いがあるのかっていうのをね、比べてみていただきたいなというふうに思います。はい。次の方です。いつも動画を楽しみに見ております。近々夫婦キャンプに行きたいなと思っているのですが、毎回ご飯を何しようか、迷ってしまいます、そこで佐藤さんのおすすめキャンプ飯をぜひ教えてくださいということで神奈川県から女性の方で、耳山ハムさんですねご応募いただきましてありがとうございます。確かにねキャンプ飯って結構ね迷うこともあると思うんですが、まあ比較的ねソロキャンプとかだと、まあ何でもいいかなっていう感覚になってくるんですが、まあ夫婦で行くとねどうしてもね、やっぱご飯作りたくなるのかな。一番やっぱりいいのはその地元の食材とかっていうのを使って、作るキャンプ飯っていうのが一番いいのかな。あとはまあ旬のものを使うとか、まあそういったキャンプ飯があれば、一番いいと思います。どうしてもね、キャンプ飯っていうくくりで考えちゃうと、まあすごいな、ど定番のものばっかり多分出てくると思うんですよ。カレーとか、まあパエリアとか、まあダッチオーブンを使ったなんかとか、そういったものばっかり出てきちゃうと思うので、まあ一周回ってね、普通に家で料理をするような感覚で、まあ、レシピ、献立考えてみてはいかがでしょうか。そして次の方です。女子のソロキャンプが見たいです。ということで、千葉県から女性猫エモンさんですね。ご応募いただきましてありがとうございます。これはちょっと難しいな。ちょっと敷居が高すぎるというか、物理的には不可能ですね。はい。まあ、なんなら、うちの嫁にですね、インパラを運転させて、ソロキャンプに行ってこいという無茶ぶりもね、できるのかなとは思うんですけども、はい。女子のソロキャンプ風動画だったらもしかしたらね、撮れるかもしれないですね。はい。ちょっと考えてみます。次の方です、キャンプ場完成が待ち遠しいですということで自宅から1時間程度なので気軽に行けそうです、デイキャンプも可能にする予定ですか。有着ギア所有者割引とかあったらワクワクしますということで、千葉県から男性3区ののりさんですねご応募いただきましてありがとうございます。まあ、デイキャンプの方もね、可能にしようかなというふうに思っております。はい。で、有着ギアの所有者割引ということなんですけども、そうですね、これあったら面白いかもしれないですね。まあ基本的にはまあ有着のテントを使って宿泊した方はちょっとまあ割引があるとか、なんか優遇措置があるとか、なんかプレゼントがあるとかね、そんな感じの企画があったら面白いかもしれないですね。ビールが1本ついてくるとかね、はい、そんなんでもいいかもしれないですね。ちょっといろいろね考えてみたいと思います。次の方です。体調はどうですか。無理なさらないようにしてくださいねということで、キャンプ場オープンが楽しみですね。オープンまでワクワクします。そしてロケーションも動画を見ましたがすごく良さそうですね。新しい商品も楽しみですね。新作のモニターとかあると嬉しいですねということで、群馬県から男性テリーモカーさんですねご応募いただきました
してありがとうございます。体調はね、だいぶ回復してまいりましたが、ずっと動き続けてるっていうのもあってね、なかなか感知してないですね、治ったような感じはするんですけど感知してないですね。で、新作のモニターということなんですけども、これに関してはまあやろうかなっていうような部分はあるんですけども、どうしてもね、そのネット上のレビューとかそういった部分になってくると、いろいろとポリシー関係の遵守っていったものもあったりとかして、結構ね大変なんですよ、こういうのって。はい、なので、まあ新作のモニターとかもしやる場合は、もしかしたら内々にやるか、まあはたまたまあやらずに、もう皆さんからこういう感じでコメントを吸い上げて、実際の使用感とかそういうのを皆さんに共有発信していくスタンスっていう感じで、今のところね考えております。そんな感じですので、最後の方です。皆勤賞の半額クーポンを使用しないまま期限が来てしまいました。残念です。デザート450を買うかどうかギリギリまで悩みました。でもすぐに使う予定がないので購入するのは失礼かと思い、今回我慢しました。最終的なクーポンの利用状況をもし可能なら教えてください。皆さんが何を買ったのか聞いてみたいです、ということで、千葉県から男性キャンプトニックさんですね、ご応募いただきましてありがとうございます。半額クーポン使いそびれてしまったということで、これはもったいないですね。まあ、詳しいちょっと商品内容とかっていうのはね、まあ、個人情報も多少含まれちゃうんで、省きたいと思うんですが、結構な方がねやっぱり450のデザート、ね、テント容赦なくねご買い求めいただきました。ありがとうございます。利用割合としては、今回28名の方が皆勤賞で、28名の方に要するにクーポンコードを配ったわけなんですけども、最終利用人数は20名の方ですね。はい、20名の方はしっかりと利用されました。で、8名の方は、利用なしというような感じでしたので、クーポンコードの利用率としては半端なく高いかったですね。さすが半額クーポンだけのことはあったかなというふうに思います。まあ一応そんな感じですね。はい、というわけで早速本日は2番さんから304番さんの中から、今後ろに置いてあるねこちらのタープをかけた、抽選を行っていきたいなというふうに思います。はい、1名の方がね対象となりますんで、はい、こちらの乱数メーカーを使ってやっていきたいと思います。はい、それでは早速なんですけども、皆様ご準備のほどよろしいでしょうか。今週の当選者の方は、19番さんですね。はい、19番さんはこの方です。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年一発目の応募ということを頼むということで、東京都から男性シュウさんですね。はい、タープご当選でございます。お、はい、今年一発目の応募ということで、いい運試しになったんじゃないでしょうか。ご当選ですね、おめでとうございます。シュウさんの方にはね後ほど、メールの方で、当選通知送らせていただきますので、迷惑メールフォルダも含めご確認をお願いいただきまして、そちらの方にねご返信の方を持って商品の方をね発送させていただきたいなというふうに思います。はい、というわけでシュウさんどうもおめでとうございます。というわけで、続けまして第20回目の有弱チャンネルプレゼント企画の商品を発表していきたいと思います。はい、今回のプレゼント商品なんですけども、こちらですね。はい、有弱のステッカーです。はい、これを、新年早々ちょっとねばらまいていこうかなというふうに考えております。はい、今回は今までにない当選者数を設定いたします。合計20名の方に有弱のステッカープレゼントさせていただきたいなというふうに思います。サイズはこちらの2種類、まあ小さい方か大きい方かっていうね、こちらの2種類で、設定させていただきたいと思いますので、こちらプレゼント企画応募されたいよっていう方は概要欄の方に貼ってあります Google の応募フォームですね。はい、こちらの方から欲しい方のサイズの選択をしていただきまして、ご応募ですねお願いできればというふうに思います。はい、特に応募のルールございませんので、お一人様一回限りですね、ご応募いただきたいなというふうに思います。はい、よし、というわけで20回目のプレゼント企画も無事に、募集が完了できたというところで、だいぶねキャンプ場開拓の方も早速進めておりまして、まあ明日かな、月曜日ぐらいから
またポロポロと動画の方をね出していきたいなというふうに考えております。はい。で、まもなく有弱キャンプ場地の方にねゲートを設ける予定となっておりますので、はい、こちらが完了次第ね、私の方でも現地でソロキャンプ動画とか、いろいろね動画の撮影を行っていきたいなというふうに考えております。いかんせんなんか1月ねやたらと今予定がね入りに入りまくっちゃってるんで、はい、なんかあんまり身動きが取れない感じでちょっと落ち着いてないんですけど、はい、まあねぼちぼち進めていきたいと思います。はい、そんな感じで本日の動画は以上となるんですけども、本日の動画良かったよっていう方と、今後もリュージャックチャンネルプレゼント企画続けてほしいよっていう方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。はい、あとチャンネル登録がまだの方、右下の赤いボタンからチャンネル登録を押していただきまして、その後現れる通知設定、ベルのマークも鳴ってるマークに切り替えをお願いいたします。それとあと合わせましてこちらですね、はい、ツイッターインスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。あと合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。